もうもうキモい。クレヨンしんちゃんのパジャマって呼んでるよね。パジャマかもう。キモ。前見えねえだろ、これ。男でよくこれ着れるよね。これ、胸隠すのかっこいいと思って。なんか、男でこのパジャマ着れるの、気色すぎでしょ。いや、なんか、可愛い系みたいな言葉が流行ってさ、こうなんか、クソキモい。こうなんかめめしいのがいいみたいなの流行って、うん、わざとこういうそのちょっと外しでさ、うん、可愛い系のパジャマみたいな着てで、いや可愛い系男子ですみたいな感じで TikTok 撮るけどさ、ちゃんと照明焚いてるしな、これそう、ちゃんと照明も焚くし、結局こういう動画が一番性欲強いからね、うん、コメント欄見よう。雰囲気だけじゃないよ、顔も中身がおめでとう、おめでとう、よかった、これが欲しかったんでしょ、これでしょ、これでしょ、雰囲気とかじゃないでしょって言われたいでしょ、おいイケメンやんけって言われたかったんでしょ、そう、雰囲気じゃないやんけって、くせえ、なんかそれ、そこのコメントまで含めてお約束みたいなってのがきしょいな。指で、指毛とか剃ってんのかな、こいつ。あー、そうね、腕も全部剃ってそう、腕毛も剃る時間があるんだ、剃る時間ありそう、うぜえ、なんか出兵してもまたその出兵先で腕毛剃っててほしい。軍隊の中で。そうそう。TikToker が出兵したら、それはそれでなんかね、動画撮りそうじゃない。僕は80年ぶりに赤髪が来た人とか言って、今日はそんな僕の一日のルーティンを紹介しますとか言って。朝7時、貴重。パラ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 。ラッパが。そうそう、ラッパ聞こえて一瞬で起きるやつやって、でも黒髪マッシュ整えて、で今日も元気に訓練しますとか言って朝朝礼、うん、朝飯食ってるとこ映してね、そうそうそう、めっちゃなんかもう汗だくの男たちと一緒に、うん、泥水ジャバジャバかき分けて訓練して、ほふく前進してほしい、ほふく前進、ほふく前進しろよ、黒髪マッシュ、黒髪マッシュ、髪の毛疲るだろうな、地面ね、擦れるよね、擦れるからこう地面に、いやー、ほふく前進してほしいな、こういう雰囲気イケメンみたいな、服トロトロになるぐらい服前進してほしいね、うわ、雰囲気イケメンを撮るときに撮るときの時、日本語不自由すぎだろ、ライトをあのマスクしてるとここがグワングワになるからすげえ顔変わるんだよ、よいしょ、こうやってまずライトを調整します、画面越しに自分がイケメンになって何が楽しいの、確かに画面越しにイケメンな自分がデータとして存在するだけで、なんかまあまやかしを見て楽しんでるんだろうな、だからもうあれだな、その鏡を鏡みたいな、うん、それの現代版だよ、なんで片目しかつないように調整してんだろうな、確かにこうしてね、うん、頑張って左につないようにしてね、絶対片目だけなんだろう、難しくね、消したらね、これね、もう変わらんやろ、がっかりすんなよ、うわっ、きしょう、最後きしょ、最後きしょい、こうマスク外してがっかりすんなよってなんかちょっと決め顔でがっかりすんなよって言ってんのきしょすぎでしょ、はい、コメント欄見てみましょう、コメント欄見るとマスク外しても、あ、雰囲気だけじゃない、めっちゃかっこいい、かっこいい、本当がいいんだよ、雰囲気なんじゃないよ、十分イケメンだよ、声もイケボだよ、きしょい、これが言われたかったんだろうな、うん、なんかマスクパッて外して、いやイケメンやないかみたいな、でおいがっかりすんじゃねえよとか口では言って、でもコメントは絶対なんかマスク外したらめっちゃイケメンでしたってコメントを待ってるんだよ、きしょい、なんかここにいる女でカニ漁とか言ってほしいないいね、ここにいる女ベーリング界の、うん、カニ漁いかん、みんなでこのそうだね、雰囲気イケメン好きな女の子たちでカニ漁行こう、いいね、カニ漁行ってほしいね、もうマイナス2度とかの気温の中でブワーンってこう揺れる船に乗って、そうそうそう、でマジで言葉通じないこのマレーシア人の船長とにしばかれながら、うん、はぁ、あ、はぁ、あ、海 TikTok 見てないからさ、TikTok 見たい、 TikTok 見たい、雰囲気イケメン、雰囲気イケメンってなって、網とか持ちながら、そうそうそうTikTok 見たいってやってほしいな、本当に過酷な毎日、うん、本当4畳半くらいのひどさでもう20人くらいで寝て、でパカッて開けて出て、朝
また仕事始めてみたいな。やってほしい。雰囲気決めとかやってらんないよ。もう成果主だもん。そうだね、成果主だからな。雰囲気決めとかそんな甘っちょいこと言ってられないから。雰囲気イケメンも TikTok もないから。うん、成果主。成果主の世界に行ってほしいね、うん。こんな甘ったりこと抜かせられない。なんか雰囲気イケメンでバカな。クソマンコ。バカ実が。バカ実。バカ実。バカ実。何がバカ実だよ。うわ。うわ。もうこの黒髪マシね。いやーほんとなんか、安倍首相が配ったあれやってほしい。安倍のマスクつけてほしい、ね。安倍のマスクつけない?つけれない、雰囲気イケメンが安倍のマスクつけて TikTok 撮ったら、それは完全に条例違反だから、彼らの世界で。滞在人だから。まあ、あのなんか、黒のウレタンマスク。裸になるくらい恥ずかしいんだろうな。裸になるくらい恥ずかしいよ。安倍の気持ち考えたことある?配ったのにさ。安倍の気持ち誰もつけてくれなくて悲しいと思うよ、安倍も。見てる安倍の YouTube チャンネル。黒髪マッシュ、雰囲気イケメン全員で、安倍さんに謝ってほしい。謝ろ、安倍に謝れ。雰囲気イケメンに TikTok の意見言わせてみた。雰囲気イケメン、今日できたか、じゃあ、はい、この方はフォロワー数90万人もいる、ホーミさんって言うんだけど、ホーミさん、はい、じゃあ今日はホーミさんの偏見お願いします。マジ、芸能人レベルだな、これ。でも、ファンが宗教化してそう。要するに、この子が、例えば何か悪いことしても、それを許されるぐらいの母数のファンがいそう。あー、なるほどね。しかも、こんな可愛いじゃん。元カレ2人とかしていた、そう。雰囲気イケメン。全然なんかまとえてる気がしないな。舐めるな。全然まとえてない。俺らの偏見言ってこうぜ、この女の子に。プロの意見みたいな。じゃあ俺らがこのなんか、この子の偏見、言うとしたら、なんだろうな、なんか、男の子の家で飲むときはレッドアイとか飲んでそうやな。あとは、まあ、黒15くらいのカラコン、黒のカラコンに落ち着いてそう。ぶっといやつ。そうそう。清楚系。でも行き過ぎてもダメだから15くらいの、に抑えてそう、うん、いろいろ巡った結果結論15になってそう。あとまあ絶対東京のこう西側にいそう。あー確かに小田急線沿い、ちょっと都会っぽいよね、うん、なんか学生時代一人ぐらい自殺に追い込んでそう。これ系の女の子一人、女の子自殺に追い込んでそうだな。怖いね。韓国好きならお前、徴兵に行け徴兵に行け韓国好きだから。徴兵されろ、マジで。韓国好きなら、じゃあそういう韓国文化とかも好きなんでしょ、うん、徴兵されろよ、マジで。韓国好きの男全員徴兵行ってほしいね。うん、そっからが本物だ。韓国の雰囲気のやつ全員軍隊本当に行くんでしょ。めっちゃ儲かりそう感じ。そうだね。本当に戦争に行けて本当に行くから、韓国の人。ね。だから、いいんだよ、韓国人のさ、そういうかっこいい系の人、うん、許せ、ね。だって一回徴兵通ってるから。行くんだもん。だって本当に行くんだもん。行くし。めっちゃまずい飯食ってさ、うん、北前進もするんだもん。そうね。脇毛ボーボーの男に囲まれて腕立てするんだもん。だから許せるよ。ね。まあまあそう。まあ、いずれ軍隊に所属するか、もしくは軍隊卒であれやってんのがかっけえか。めっちゃかっこいいよね、だから。ね。韓国人。それは BTS に勝てんわ。勝てないですよ、日本。BTS 超かっこいいんだから。徴兵して、通ってるから。今僕の顔をちょっと採点してもらって。ん?同じ人?うん、なんか同じ人しか出てこないね。なんかさっきから6人連続ぐらいで同じだけどね。今度はあれやろうぜ、黒マスクの顔当てゲーム、うん、誰がどれか当てるっていう。いいね。これとこれ一緒っつって、なんか2枚神経衰弱やろうぜ。あ、神経衰弱。別の角度の写真2枚。黒マスク神経衰弱。神経衰弱やろ。超面白いじゃんそれ。マジなんか一緒に見えるからね、うん、大体黒マスクしたら。正解もわかんないでしょ。あ、出た、顔半分しか出ない。おもんな。本当のハゲの人に言えるそれ。本当のハゲの人にふさふさってこうやって分けてるだけじゃん。ね。見ろ。こいつに言えるか、そんなこと。なあ、ハゲって言える、こいつの目の前で。見てこれ。うわ。やば、こことか。ここやばい。反省しろ。ちょっと分けてやってよ、こいつに。髪の毛そうだよね、超ムカついた今の動画。ふざけんなよ。こういうなんか半分しか出さない、なんかデンジャラ小さなキャラいたよな。あ、いた、半分たくん、いた。そっつ、あれ時代先取りしてるよ、先取りか、あいつは。
こう、コマの半分しか出てこないやつ、うん、それだな。黒人しかいないヤバい刑務所行ってほしい。黒人しかいないアメリカのヤバい刑務所行ってほしい。ああいいね、なんか収監されてほしい。1日目くらいでフェラされてほしい。そうもう普通に高層で人死ぬみたいな、ちょくちょく人死ぬみたいな刑務所に一人だけモンゴロイドいてほしいわ。ちょくちょく人死ぬ黒人しかいない、本当にヤバい刑務所ね。黒マスクモンゴロイドいてほしいわ。そこああいいね、黒マスクモンゴロイド。うん、いてほしい。いてほしいね、こいつ。いや、ムカつくな。何がマスク詐欺してみましただよ、うん、なんかもっとね、特殊詐欺とかにかかって二度とそんなこと言わないで言ってほしい。詐欺に、本当に詐欺、本当に詐欺して収監される。マスク詐欺じゃなくて、マスク詐欺じゃなくて、本当のなんか保険金詐欺とかやって捕まって、うん、で黒人しかいない刑務所に収監されてほしい。しごかれまくってほしい。俺の母親、うん、その詐欺にあって、昨年。そうなんだ。そうそう、もう本当に若い頃からずっとコツコツお金貯めてて、うん、で退職金も全部マジで貯めてってやってて、うん、で一応その将来息子のためとか、うん、あと老後のために蓄えてたのをもう俺の母親は全部なくなっちゃったの。マジで。そうそう、まあだからこういうそのマスク詐欺とかなんか適当に言って、うん、こう面白おかしくしてるのは俺正直許せない。許せない。だって詐欺って本当にその冗談でもなんか使っちゃいけないよ、うん、なんかマスク詐欺とか言ってさ、うん、面白おかしくしていいはずがない。 そうだね、そんなに辛い思いしてるから、 詐欺だから、うん、本当に俺はなんかその俺のお母さんの本当悲しい背中たくさん見てきたから、こう背中丸めて、うんうん、家計も眺めてるのも見てきたから、うん、でその上で本当にお金飛んじゃってとても大変な思いしてるんで、なんか俺はマスク詐欺とか言って気軽にこう面白い言葉にしてるのが俺は許せない。それで大学行けなかった。それで大学行けなかったもんね、お前。そうそうそう。